キラリ茨城人のコーナーです。今シーズン快進撃を続けるサッカー J2 の水戸ホーリーホック、初の J1 昇格の可能性を残してシーズン終盤戦を戦っています。悲願の J1 へ。ありがとうございます。はい、頑張りますので、はい、本当にありがとうございました。クラブのここまでの長い道のり、その全てを知り尽くすこの人にお話を伺います。日立出身、ゴールキーパーの本間浩二選手です。よろしくお願いします。今日はようこそご来場くださいました。よろしくお願いします。どうぞ。ホーリーホック21年目のベテラン本間浩二選手です。よろしくお願いします。どうですか、残り1ヶ月を切って今こういう位置で戦っている、はい、どう感じてますか。いや本当に水戸史上初めてなんでね、やっぱこの残り4試合でこんなヒリヒリした戦いができていることに本当に幸せを感じてますね。はい、ただ日曜日はね残念な逆転負け。今週チームの雰囲気どうですか。そうですね、やはりそういう前半は良くて後半はあまり良くないみたいなゲームが続いちゃってるんでね、やっぱそこは修正しなきゃいけないですしね、まあ、みんないろいろ思うところあるでしょうけど、まあもう切り替えてみんな次に向けて、はい、そうですね、スタートします。選手は切り替えてるでしょうね、はいはい、さあ今日はですねここで双方向クイズです。本間選手についての問題です。出題は本間選手からお願いします。私の J2 通算出場試合は次のうちどれでしょう。青368試合、赤426試合、緑499試合、黄色574試合。さあどれでしょうか。皆さんリモコンの D ボタンを押してご参加ください。テレビをインターネットにつないでいる方はリモコンの D ボタンを押して、その後青ボタンか参加するを押して参加してください。皆さんから回答を寄せられている間にですね、これまで本間選手が歩んできた道のり少し振り返っていこうと思います。20年前、本間選手加入1年目の秋です。懐かしいな。はい、本間君、JA の川口ですけど、お世話になります。いい会の勝利を得ましたんで、はい、来年から頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、頑張りますので、はい、本当にありがとうございました。みんなまだ知り合いです。友達です。いやもう本当にこの時の仲間っていうのはね、未だに年末になるとみんな緑に帰ってきてくれて、はい、緑、はい、で勝利してますね。昇格の時はどんな気分でした。いや本当に昇格できると思ってもなかったですし、この1年で昇格しなかったらこのクラブは潰れてたっていうのをこの昇格した後に聞いたんで、すごく昇格してよかったなと思いましたし、浦和レッズから加入して1年目だったんですが、そういうギリギリの状態のチームに貢献したんですね。そうですね、本当にねすごいビッグクラブからこういうね、うん、アマチュアクラブに来て、うん、まあ、本当に忘れてた何かっていうのをすごく教えてもらいましたし、うん、なんか原点に戻れた年でしたね。そしてこれがホーリーホックのクラブとしても原点という場面をご覧いただきました。さあ回答どうなっているでしょうかね。おおすごい出てる。499というの試合というのが多いですが、本当ですね。さあここでクイズの回答を締め切ります。皆さん参加ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では正解は本間選手からお願いします。どうぞ。はい、黄色の574試合です。なんと500試合を超えているんですね。2位の群馬などでプレーした松下優輝選手が441試合、まあ、500試合達成は J2 でただ1人、まあ、ですからホーリーホックだけじゃなくて J2 のレジェンドといっても過言ではない数字なんですね。高橋さん、奥貫さん、この数字いかがですか。これものすごいことですよね。いやレジェンドっていうのを示す数字ですよね。ね、はい、水戸がずっと J1 挑戦し続けてこられたのは本当本間さんがずっとゴールを守って来たからとも言えるわけですよね。そうなんですよ。J2 って代表の試合ある日も日程は開かないですし、J1 のように大都市ばかりじゃないので移動も大変なんですね。数字以上にこの数字はすごいということを分かっていただけたかと思います。ありがとうございます。さあこの数字を積み上げてきた20年の年月ですけれども、ただ簡単な、時間ではありませんでした。
10年前です。春のキャンプを行う予算がない時もありました。沖縄でもなく九州でもなく、ここは、はい、どこですか？大笑いです。大笑いですね。本当に冬の大笑いに朝集合するとは思わなかったですね。そうですね。この時やっぱりみんなハングリーだったんですか？もちろんそうですね。みんな上を目指してやってるような若いチームだったんで、はい、いい選手でも揃ってた時期でもあるんですよね。たくさんいい選手が今思うといましたね。ただ移籍に関するお金のルールがまだ整備されていない時期だったので、みんなその後移籍でね、引き抜かれてしまったんですよね。クラブにね、お金を残してもらえずに移籍したいい選手がね、懐かしいですね。高崎とか今も頑張ってますね。そうですね、山賀で。山賀でね、はい、高崎選手、まあ、こうしてファンからのメッセージもありました。何度も経営難を伝えられた時期もありましたけれども、その間ずっと本間選手はゴールを守ってきました、はい、私取材始めたのが12年前だったんですけど、はいはいはい、ちょうどこの頃ただ本間選手楽しくなってきたって言ってたんですよ。どんな時期でした？そうですね、年も30くらいになって、家族もできましたし、なんかこうサッカーとしっかり向き合ってもう一回スタートしよう、ゼロからスタートしようみたいな年だったので、もう本当に初年の頃のように、練習から本当に楽しくできたというか、一番練習上がるの遅かったですからね、本間さん。そうですね、それまではね逆だったんですけどねさあ、そして大きな転機が訪れます。2011年の東日本大震災です。チームの活動が停止している間も本間選手は個人で物資の仕分けや運搬のボランティア活動に駆け回りました。震災の経験というのは大きかったですか？そうですね、ものすごい怖い思いをしましたし、はい、これをきっかけにですね、プロとしての在り方、考え方とか、はい、町との関係性とか、何かこう自分の中で変化というのはあったんですか？そうですね、もう本当に、まあ、僕は地元出身で、はい、地元に対する思いというのはすごく強かったんですけど、まあ、これをきっかけにさらに地元のつながりだったりとか、自分がこの町にできることだったりとか、自分だけじゃなくてこのクラブがね、町にとってできることってなんだろうとか深く考えさせられましたし、まあ、それが意外とたくさんあるんじゃないかなとか、そういういろんな希望とか勇気を与えられればなっていうような思いがすごく強くなりました。全国のこれグランパスのサポーターから、そうですね、これそうです、名古屋から車で運んできてくれて、はい、そういうサッカーファミリーのね、こうつながりと絆の強さっていうのもすごく感じられましたし、すごくグッときましたね。とにかく本間選手がこういうボランティア活動に動き出したのが早かったということは覚えているんですね。で、今回もですね、台風19号、はい、中川の流域をはじめ県内のさまざまな場所で被害がありましたが、はい、今回も個人で活動に行かれたんですね。まあ、そうですね、たまたま休みの日がね、あったので、ちょっと朝方やっぱ様子を見に行ったら、もうこれは大変な状況だなと思ったので、はい、すぐに、まあ、本当に僕は力だけはあるんで力仕事を手伝えればなと思って、はい、手伝いに来ました。こう町のこととか町の人に何かが起きるってことにやっぱり敏感になったんですか？まあ、間違いなくその震災は大きな転機になりましたし、まあ、本当にそれ以上に本当に水戸に住むね一員として何ができるかなって思った時に、すぐに動き出したのは経験は大きかったですね。ですね。さあ、そして普段のお話に戻しますが、普段プロ選手にとって身近な存在というとサポーターですけれども、はい、若い人が増えましたよ ね、 ね、向井さんが一番それ感じるんじゃないですか僕なんかに私8年ぶりに帰ってきてまず最初にびっくりしたのは、応援する人が本当に増えたなってことなんですが、今サポーターとの関係っていうのはどうなんですか？いや、本当にもういい関係ですし、なんだろう、やっぱ仲間っていう意識が僕はすごく強いですね。本当にやはり孤独な時も僕らも選手があるんですけど、まあ、そういう時に彼らを見て勇気もらうし、まだお客さんが少なかった頃の当時ここらバックスタンドにいた人たちは今メインスタンドでこうね見守ってますけどそうですね、なんか懐かしいですね。もう本当にね、子供ができたりとかして子供と一緒に見に来たりとかね、そういう人たちもいるし、当時なかなかサポーターの数も少なかったんで、みんな顔も名前も覚えてるんでね、はい、なんかそういうの見るとやっぱこうクラブが歴史を少しずつ刻んできてるなっていう思いは実感しますね。みんな財産なんですね。
さあ、こういう後押しを受けながら今週末は大一番を迎えます。2位モンテディオ山形とのホームゲームなんですが、今の立ち位置をちょっとご覧ください。ホーリーホックは、残り4試合で8位という状況です。まあ、2位の山形と勝ち点の差は6なんですが、はい、今この状況で初の J1 昇格に向けてどんな一戦になりますか？そうですね、もう間違いなく J1 昇格に、自動昇格に向けてね、うん、この一戦勝ち点3取れなかったら厳しくなってくると思うので、うん、もう本当にこのクラブ史上の本当に大一番になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。クラブ史上の大一番、はい、しかもですね、今回はなんとかつての仲間との対決ということにもなります。こちらご覧ください。山形を率いる木山隆監督というのは、実は J2 昇格時の水戸のキャプテンで本間選手と一緒にプレーしたチームメイトだったんですね。しかも先ほど映像にもちらっと映ったんですが、2007年から2009年は監督として水戸を率いた人物です。本間選手にとってはどんな存在ですか？もう仲間ですし友達ですし、本当に尊敬できる本当に兄貴みたいな人ですね。当時はね、 J リーグ最年少監督として水戸の監督に就任しました。そうですよね、今の僕より若いんですもんね。この時36歳。そうですね、覚えてますね。あの熱血感で、はい、血気盛んだったんですが、うわ、それがもういいところなんです、あの木山さんも。ただ勉強熱心で理論的な面もありました、はい、あ、これデビュー戦ですね。これで退席処分になってしまったんですが、そうですね、すごい印象を残しましたよね。すごい顔してるな。でもこう本間さんの姿勢にもすごく影響を与えた方なんですね。いや、もちろんそうですね、僕だけじゃなくてこのクラブに大きな足跡を残してくれてる人だし、うん、そういう木山さんがね伝えてくれたものっていうのは、大事にしなきゃいけないものっていうのはね、僕もこのクラブもこれからずっと残していかなきゃいけないなっていうところは、ハードワークだったり、はい、トレーニング100からね 100% やることだったり、はい、今も残ってるんですね。もちろん今も残ってます。はい、ただこの木山監督を乗り越えていかないと J1 にたどり着かないということにもなるんですが、くしくもねこの時にねこの時期に対戦できるのは本当に逆に嬉しいですね。本当にそうですね、はい、本当に僕たちのサッカーで、はい、山形を倒してね、はい、J1 にチャレンジできるっていうところに入れるっていうのは本当に幸せなことです。ファンの方も次の試合大いに期待していると思いますが、一つ呼びかけをお願いします。そうですね、本当に僕たちはね、本当に一番、まあ、サッカーで大事なのはやっぱりそういう体を動かす気持ちっていう部分が大きいと思うんで、まあ、戦術だったり技術だったりも大事だと思うんで、次の試合はそれよりもやっぱり気持ちだったり気力だったり、うん、そういうところで上回らなければ必ずいい結果が出ないと思うので、そこはしっかりやっていきたいですし、それをね、サポーターのみんなだったり来てくれるお客さんとね、一緒にね体現でしたいし、それに力を貸してもらいたいですし、そうですね、はい、いい雰囲気でスタジアムでみんなと勝利を分かち合いたいなと思うんで、はい、ぜひ力を貸してもらえたら勝ち点3を必ず取れると思います。この試合は NHK でも生中継します。試合会場に行けない方はテレビ中継で応援してください。します、期待しています、はい、今日のキラリ茨城人、水戸ホーリーホックの本間浩二選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、本間選手ありがとうございました。